はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はですね、スターレジェンド10連ガチャを回そうと思うんですけれども、今回の狙いはね、少しだけ違う。俺の今回の狙いは水着レフィーエ。うん、今までアイル言ってたけど、今回はね、水着レフィーエを狙っていこうかなと思う。理由としてはね、やっぱりアルティメットバハムートに対して、その光が、というかレフィーエがかなり有効らしいんですよね。味方全体の火ダメージの一部を反射。反射があるっていうことでですね、光パ、ただでさえ HP が高いんですけれども、反射もあるっていうことで、かなり生存率が高いってことでね、レフィーエの評価が結構高いらしいので、今回は水着レフィーエを狙って、スターレジェンド10連ガチャの方を回していきたいと思います。よろしくお願いいたします。いやー、アルティメットバハムート見ましたか？僕の前回の動画、なかなかずさんすぎるボコボコのボコの結果だったのでね、そろそろちょっとキャラクターとかも整えて、今火属性のね、火属性のちょっと守護的装備を揃えてるんだけど、ちょっとね、いろんな編成とかもね、試せればなっていう風に思ってます。とりあえず水着レフィーエを狙ってガチャの方回していく。虹を見て、そしてテュポーンも欲しい、欲張りテュポーンも欲しい、実はテュポーンも欲しい、テュポーン欲しいね。キュート、いやー、よろしくお願いします。水着レフィーエ、水着レフィーエ、よろしくお願いいたします。南妙法蓮華鏡、はあ、うわー、ダヌアだ。ダヌアじゃん。ダヌア良くない？割と俺ダヌアスコなんだよな。うい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 、ダヌアは海が初めてなんだ。ういういうい、怪我のないようにということでね、当たりかな。キャラクターっていうだけでは当たりですね。ダヌアは嬉しいね。これ恐怖持ってたから、恐怖こいつで入れれないのかな。これ恐怖入れれたらすごい僕的には嬉しいんだけど。ということで、ダヌアでした。攻撃力ダウンもあるしね、奥義で恐怖、ちょっと奥義で稀にだからね、あんまり期待できないって考えると信頼性は低いのかな。それじゃあ、僕のスターレジェンド10連ガチャは水着ダヌアでした。またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。